はい、えー、じゃあね昭和映画を語ろうではない昭和映画ではないんですけども平成映画ですけどもレールウェイズの3部作第2作目ですでえっ、ー、とね第3作はね私ねあんまり面白くなくて私なりにちょっと紹介しないんで申し訳ありませんまだアマゾンプライムで第1話第2話第3話無料で見ることができますんでこうやって DVD を買う必要ありません私好きすぎてね DVD 買っちゃったんですけどね で、このレールウェイズの第2話は、第1作と違って、もうちょっと年齢を重ねた人の話です。第1作、中井貴一さんは49歳の運転手を演じてくださいましたが、今回、三浦智和さんはね、おそらく推定年齢、60歳ぐらいじゃないですかね。定年退職するかしないかっていうギリギリのところで、えー、無事故無違反をずっと貫き通した主人公、ね、三浦智和さんのね、とてもかっこいいですけどね、物語です。仕事は、 すごく信頼を受けてしっかりとこなすわけなんですけどもじゃあ家庭でもそのぐらい素晴らしい運転手だったのかと言いますと家庭の運転はいまいちうまくいってないわけなんですよでね離婚してしまうんですよねでその離婚をもとに気づくことやもうちょっと若い者に心を開いていかないとなっていうこととか自分は本当にこれで良かったんだろうかと職場では 一定の信頼と敬意を集めてるけどもでも男が一人生きていくっていうのはたった一つのことだけやってればいいってものではないんだなっていう大きな後悔に気づき自分の仕事を存在になり人の仕事を認められなかった自分を反省してこの横にいるね離婚した奥さんのことが客観的に見えるようになってきた時にあ本当に自分はこんなわがままな自分に よく尽くしてくれたなっていう感謝の念がやっと湧いてくるっていうね不器用な男の物語です渡哲也さんの「熟年離婚」っていうテレビドラマがありましたけどもあれにもちょっとつながるような部分があってねこの三浦智和さんもありがとうも言えないしごめんねとも言えないような不器用な昭和の男ですまあその昭和の男の醸し出す背中が私たちに語りかけるものはやはりね感動と愛と涙と多少のそれを表現できない不器用さ これが独特の詫びとサビとなってね、えー、このレールウェイズという鉄道の物語を際立たせてくれますいやでもこの作品を見てもねあ俺運転士になっときゃよかったなと思うぐらいすごくいいまとまりを出してますねはい是非ご覧いただければと思います以上です